皆さん、どうも、ケイです。今、真夜中の、2時半過ぎぐらいかな。今からちょっとピアコに行ってね、こういうことにならんように、ピアコに行って釣りをしようかなと思います。まあ実はこれの後に何回か彫刻してるんですけど、まあこんなことはね、よくあることなんで、そうですね。今回は、ちょっと一日、ね、早朝から、やりまして。で、一日使って、こう回りたいポイントを全部回ると。いうことを目標にね。で、チェックを入れて、まあ、次の調光の機会に活かすと。いうことをやりたいと思います。なんでね、ホッコの気になっているポイントを全部チェック入れるつもりで、移動しまくりで行きたいなと思ってます。ちょっと釣れるかどうかはわかんないですけどね。天気はね、結構、どうかな。なんか、昼からちょっと晴れて風吹くのかな？ちょっとよくわからないけども。今から、じゃあ行きたいと思います。はい。で、なんで今回はね、これかっていうと、なんか、あれよね、なんか動画って、音なしで見ると非常にシュールよね。何これっていう感じ。なんか変やね。はい。ということで、今回もね、頑張って、バス、ね、ホッコの元気な、この、お腹パンパンのやつをね、釣れたらなと。この動画みたいにね、一本だけっていうのはなしにしたいね。っていうことで、今から琵琶湖に行きますので、皆さん今回も動画、どうぞよろしくお願いします。お楽しみください。それでは、行くぜ。朝一。今、4時半ぐらい？ちょっと早く出すぎたかな、家を。一睡もしておりません。死ぬんちゃうかな。仕事で疲れ果ててんのに一睡もせずに琵琶湖に向かうっていうそのバカタレ。はい、今やってるんですけど、いいポイントね、もう入ってるわ。人マジでか、すごいわ。こんなバッティングするっていうぐらいね、人入ってる。なんか来てたかな。なんであんまりちょっと期待値が薄いエリアでやってるんですけど、本当はね岬入りたかったんですけど、どうかな。ちょっとまだ光量は少ないので、派手めのカラーでやってます。ちょっと今サミングでちょいと下のレンジをやってますけれども、ワームは使いたくないですね。巻きもんが大好きな僕としてはね、ベイトはなんかちっちゃいのがねいるね。今岸際にいるのは結構ウグイが多くて、ウグイ7、アユ2ぐらいですね。あ、アユ3ぐらいか、このエリアにしてはね。最近そんな傾向を、いいキャスト決まったね、これ。あ、当たった。当たったよ。くっそ、フックアップ線。なぜ？サイズ？全然来る気配が。
はい。とりあえずこの間反応が良かったところに来ましたね。この間は夕まずめやったけど、今はね朝まずめ終わったぐらい。どうかな、夏の朝まずめは早く終わるからね。こう信頼してるルアーをね一つ竿にぶら下げて、でバッグをね持って竿一本だけでこう巻き歩くっていうのもね、これまた楽しみ方の一つよね。ちょっと波が高いな。マシなんちゃうか、このサイズ。おお、いいか。そんなにはでかないと思うけど、でもよく引くね。あ、やばい、マンメイドに、マンメイドに釣られる。あ、釣れか、これ釣れてるからか。あ、釣れてんな、だからこんなにあれなんや。あ、すれがかりか。変やなと思ったよ。太ってるけどね。あらまあ、すれてる。ごめんなさい。すれてるわ。こんな感じ。これ、どう？コトカスすごいわ。いけてる。ご視聴ありがとう。はい。一匹目はすれがかりでしたね。お、当たる当たる。おるね。うわぁ。今流そうと思ってるところに思いっきり入ってっちゃったよ、あの人。おお、食ったの見えた。はい、ちょっと移動してきました。ここもねちょっとことかせてやっていきたいと思います。でちょっとブレークが若干お気に目にあって、で手前がねすごいフラットで浅くなってるんですね。ということであんまり潜るやつだと手前のフラットで引っかかったりとかストレスがたまるんで、コトカスならね、レンジ的に手前のフラットでも十分引いてこれるんで、逆にブレークから追ってきたバスが手前のフラットで食えるぐらいのね、レンジを泳いでくるんで、今はね、コトカスを使ってます。こんな感じでいいですかね、キッドさん。状況説明してくれって言われてから、やろうと思ったんですけどね。結構忘れてるっていうね。だいぶフラットがね広がってるんですよ。なんであんまり斜めキャストよりもなるべくちょっと正面に投げ気味の方がいいかもしれないですね。フラットがかなり広い。なんでこういうシチュエーションってね、多分野池とかでもあったりとか、手前に障害物がね結構水面までウィードがあるとかなんか出てるとか、その障害物がね、そういうところでねコトカスはすごいいいですよ。バレた。でね、結構ね動画見てると僕がね巻き物で巻いてるシーンってすごいいっぱいあると思うんですよ。ね、巻き物オタクなんですよ僕。オタクっていうか巻きたいんですよ。巻いて釣りたい。僕ね、その小バスとかを釣るの大好きなんですけど、巻物で釣るのが好きなんですよ。ワームで釣ってるとね、ある程度の段階でちょっとってなってくる。ただ巻物で釣ってるとね飽きないので、巻物が大好き。今日もねロット4本ぐらい車に積んできてるんですけど、全部巻物ついてますからね。もう
校はもうやる気がほぼないっていう。なんで皆さんもね、ちょっと巻いてみてください。巻きまくりましょう、もう僕と一緒に。もう巻いて、もう巻きまくる。バッスリ巻物クラブをね、作りましょうかね。それぐらい好きなんですよ、巻くの。おっしゃ、来たわ。いや、そんなでかくない。危な、反射神経半端ないわ。おっしゃ、来た。あ、バレた。おっしゃ、よっしゃー、来た。おお、こっちに向かってるね。おおお、楽しい。あれ、なんかこいつ全然引かへんな。あ、ちっちゃいんか。おお、ナイスジャンプ。カモーン。はいはい、オートリリース。こういう風にベイトが散ってて、で結構バスがね、そのベイトについて動き回ってるような状態で、こういうあまりね変化に乏しいこういう場所、まあ若干岬とか張り出した場所とかブレイクの位置とかの違いはあるけれども、こういう場所ではね、プラグの独壇場、正直ワームに勝ち目はないですね。こんなとこでね、ワームやってたらね、もう時間がいくらあっても足りない。なんでワームってね、いるところが分かってたら強いんですけど、こういう広く散ってるところとか、魚がいるかどうか分からない場所で闇雲にやると、時間だけが食うとこになってしまうと。いない場所でちょんちょんやってる可能性もあるんでね。なので、まあ、巻物とか、まあ、スピナーベイトとかね、そういう地形が分かりやすいもので、ヒントをね、得ながら、めっちゃ食うけど、ヒントを得ながら、なんか障害物が沈んでたところにワームを入れてみるとか、そういう風にしないと、かなり時間が食ってしまいますね。っていう理由もあるし、ただ単純に、私、K がですね、巻物好きなだけっていう、そういう噂もね、あると。まあどっちかというと後者なんですけど。なので皆さんもね、まあ天候によるよ、天候とかその日々の条件によるけども、基本的にはだだっ広い場所でバスがわからないと、場所が変化もあまり見当たらないっていうところは巻いた方がいいと思いますよ。皆さんも巻いていきましょう。すっごい当たってくるね。ちょうどここはね、後ろに山があるんですけど、山が張り出してて、ちょっとね、見た目はね、多分全然わかんないんですよ。お、来た。見た目は全然わからないけども、すごいね、水中で岬になってる。そこにベイトを追い込んで、捕食してるんですね。その周辺、あ、やばい
その周辺ですね。なんか一番いいサイズか。これバラしたくないな。あ、これね、一番いいサイズかつ、あかん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 、あかんかんかん、あかんよ、あかんかん、あかん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 、あかんかんかん。やってもうた。見た、みんな今の。見た。ちょっと。くそ。いや、いい絵が撮れたからまあいいや。わ、今のみんなに見せたかったな、今のバス。人に見られてんくてよかった。あかんって、今のは。撮りたかったって、背中のトゲトゲ刺さったって言った。え、録画できてるよね、これ。あ、できてるね。くっそ。今日一の面白い絵やったね。あと今日一のバスやったわ。やべえ、楽しい。今のバス見せたかったな、みんなに。ちょっとね、ほんまにね、やばいぐらいのお腹と、やばいぐらいの太鼓。こんなバスなかなかお目にかかれんよっていう感じやったんやけど、まあ、見ての通りですね。死闘の末バラすっていうね。こういうのがあるからね、こうなんか、歩いて歩いて、打って打って、こういう釣り大好き。で、ピーでね、飛距離も出るし、ここは岬が張り出してるんで、沖まで結構浅いんですよ。その両脇はね、ちょっと多少落ちてるんですけど、ちょっとカラーチェンジしようかな。目立たなくなってきたな、このクリアブラック。意外にね、なんかすごいナチュラル。でね、このサムルアーズのルアーって、あの、かなりね、集中力があるような気がするんですよね。なんかこうやって巻いてるだけでね、こういうだだっ広い、あの、変化に乏しい浜も探れる。いい感じで。ちょっと折り返そうかな、そろそろ。はい。意外にね、忘れがちなのか、カラーローテ。同じところを流すにも、ちょうど今折り返してくるところなんですけど、ただ単純に折り返すのはもったいないんで、ちょっと色を変えて反応の違いを見ていくと。で、その反応の違いによって、ちょっと移動するんですけど、この後。その移動先で、どっちの色を使うかっていうのを決めるということでやっていきます。ちょっとね、光量が落ちてきたんで、あの、派手めのカラーを選んでます。どうかな。寝たから元気やね。うん、よっしゃ、来た。ちょっとドラグ緩いね。あれ、全然引かんぞ、これ。どうなってるの。あれ、全然引かんけど、何これ。あ、いきなり元気になった。ここのバスね、みんな太ってるんよ。いいバスでしたね。あ、いい感じの風吹いてきた。意外にね、このシマのスポーツカメラ、この間の兆候で分かったけども、意外に暗くても撮れるっていうことが判明した。すごいいいわこれ。
iPhone 以上に、おっしゃ来た、よっしゃ来たぜ。これ見て、このサンゴシナリオ、ほら見て、見える、ほら、あ、水上スキー状態、楽しすぎる、爆鳥、入れ食い状態、しかもみんなぶっとい、コロンコロン、プリ、チビバスくんたちは今プリなのっていうぐらい、ちょっと危ない、ほらコロンコロン、楽しすぎる、あのねやばいわ、やっぱ巻物最高、皆さんもね巻物縛りの一日とかね作ってもいいんちゃうかな、ただ天気予報だけはちゃんと確認してくださいね、天気予報でずっと晴れてる日に巻物縛りしたら辛いだけですからね、ちょっといい感じに曇りが入ってる時とか晴れのち曇りとか風が吹いてるとかそういう条件がないと巻物縛りは厳しい、楽しい、はい、とりあえず朝入れなかったポイントにが空いてたんで来ました。ただね、どうかな、クソ、ウェーダー履いてきたらよかったな、でもウェーダー履いてる時間がないんですよね、まだ映ってるよね多分、はい、ちょっと暗くなったんでシルエットを大きくしてサムルワーズのコドカスミディアムでいきます。でコドカスミディアムの方が少しだけレンジが下がるんでその辺の反応もどうかってとこですね反応してくれるといいけどね、今日はちょっとマッチザベイトの方が良かったっつうことかね、直行でしたね、皆さんもね、あの巻物大好き人間、あの僕のようにね巻物大好き人間にこう近づいてくださいね、もう、まあ、大好き人間の方もいらっしゃるでしょうけど、あまりね使わなかったよっていう方縛ってください、巻物でもう巻物しか使わんよっていう日を作ってください、天気予報を見て、あのピーカム風の日に巻物縛りする人はもうちょっとおかしいですけどね、そんなことしたら苦しむだけですからね、風がある、曇りがある、ね、ちょっと濁ってる、まあ、そういう条件があればやってみてもいいかなと思います。最後はちょっとね、あのマッチザベイトっていう点でもう少し小型の方が良かったのかな、それかちょっと波動自体が合ってないかっていうところですね。で皆さんもあの楽しく巻物巻いてください、これから巻物シーズン到来ですんでね、それでは K でした、バイバイ。